協力お願いします。今2位との差が86,472ポイントになってます。皆様ぜひイベントご協力お願いいたします。こんばんは。今日はね、なんかね、眠くてさ、なんかね、横になってさ、ソファーでさ、寝てたのさ。そしたらね、見て、髪の毛だけ今日珍しく、ほんと、どのくらいぶりだろう。乾かしてないんだけど、そう、もうなんか無理だと思って、寝たらさ、こんなんなっちゃった。そう、もう久しぶりに髪の毛を乾かさなかった。300回目配信おめでとう。300回目配信なの今日。いつから数えて。ありがとう。いつから数えて300回目ですか。私そんな知ってたっけ。私渡すこのアカウント作ってから300回もやってんの、すご、自分すごああありがとう。そんな300だって1年のさ65日以外当たり前のこと言ってるけどな。ありがとう。お、300回の方もありがとうございます。キャバリアみたい。あー、キャバリアって言うよね。なんか髪の毛うねうねのベルかかった子でしょ。それそんなに可愛くないですけど、キャバリアみたい。もうただ寝癖みたいになって思って、こっちだけ今日か浮いてますね。ちょっとね、今日はすいません、少しね体調の方がよろしくないということで、昨日ねちゃんと体調気をつけつって過ごしてないとか言ったくせにごめんなさい。ちょっとね本日体調が少し優れないという関係で少し早めに終わらせていただきます。すいません。顔色悪いんだよね、なんかあまり言われないけど、そう、なんかね顔色悪い。まあ大したことないですよ。そうそうそう、本当にやばかったらね配信やってないからそう、多分あんまりもう体調悪すぎて動けないってなったら本当にごめんなさいって、あのイベント中でごめんなさい、配信できませんってなってるから、配信できてるから大丈夫よ。こんばんは。ということでね、なんかイベント3日目か、3日目でね、なんかもうあれなんですけど、あれなんですけどってどれだよね。ですね、本日は早く終わりますので、少し皆様ぜひちょっとねイベントの協力いただけたら嬉しいです。お星様などなど、こんばんは。でも見て、今日ねパジャマかわいいんだよ。今日ファンの方からいただいた届いたやつをねもう早速着るという、そう、かわいいの。
白とピンキー、ありがとう。白とピンキーです。私ね、服って結構ワンピース型が多いんですけど、これね、ズボンなんです。服ってっていうかパジャマね、可愛くて、うん、すごいちょうどいい感じの、これならワンピース型じゃなくてもいけるって思った。こんばんは、ギフトありがとうございます。皆様ぜひイベントご協力お願いします。あーもうね、ちょっと1位の人となんかうんっていう差が開いてるんですけれどもうんって、もう言葉にもならないような差がございますか。諦めずに頑張りたいので、ぜひぜひお願いいたします。可愛い服の方がいいのかな。私は何でも好きだよ。うん、可愛いのも好きだし、かっこいいのも好きだし、あの本当最近がね、ちょっとね、なんかかっこいい系のね、ストリート系にねちょっと寄ってるよっていうだけ。全くスカートとかかわいいの着ないわけではないです。私は顔やば。たこ焼き、私ね、ほっぺたのお肉いっぱいだから、ほっぺたのお肉いっぱいです。元気じゃない？元気かって言われたら元気じゃないそうけど大丈夫だよ。そう、元気か元気じゃないがこの2択で選んでって言われたら元気じゃない今日はでもね、全然大丈夫、すぐ治るさ、こんなもん、熱ないし、うん、熱もなく、白かけるピンクだと白飛びするのか、いや多分白飛びはしないと思う。うん、黒じゃないと多分白飛びしないんだよね。全然ね、だから大丈夫ですよ。ありがとうございます。最初に何かあったの？あ、なんもない、本当に今日はなんもなくて、だから全然悲しいとかではなく、マジでちょっとねあのちょっといつもと違う、ちょっと体調がねっていうだけです。こんばんは。そう、少しちょっと体調がよろしくないかもしれないかなくらいの。大丈夫、
気のせいかもしれないからね。病は気からよ。そうそうそう。今日はもうあと寝るだけ。今日はもう寝るだけで、すごいぐっすり寝れる気がする。そう今日さ、だからさ、白飛びじゃなくて顔が暗く見える。あ、全然いいですよ。全然顔暗くなるのは、なんかね、この携帯の位置が悪いの。そうなんかね、これもう電気の真下にあるんですよ、この携帯がね。ちょっと充電してる関係で、その充電が続かないんで、それがね、あのちゃんと前持ってきて上ちょっと向けたら多分ちゃんと明るくなるんで、そうちょっとね、延長コードをねもう一個ね探さなきゃいけないの。私ずっとね延長コードを持ってこなきゃなと思いつつ家にあるんで、そうそれをね持ってきていない私が悪いと思うそうちょっとやってみてかな。作業を見せて、今の2回全部停電させてしまって、こんな、あら、あらあらあら、私ね、お店の、電気全部消したことあるよ。ちょっと建物のね規模が違うかもしれないけれど、そうなんかね、在庫の整理中になんか在庫確認してきてってなって、そうまあなんかね階段登んなきゃいけないんですよ。でその階段登るところにお客さんがいるところのね、電気があるんです、大きめのパーって上がってって、そしたらなんかまあフッって多分エプロンのね角が当たったのか、そしたらね、ピーちゃん電気止まったよ、電気消えたからって、ここなんだと思ってねっていう時がありました。あそこねすごい通りづらいんですよね。あら20台止まった、大丈夫大丈夫。なんかそういうのね、私めっちゃへと自分だったらへこむからさ、正直大丈夫大丈夫って言える立場ではないんですけど、でもねちょっと過ぎてみたら、うん、次はね気をつけようって思ってたらいいよ。うん、じゃないでも私さ、なんかそれその電気消しちゃう事件あってから、別に事件でもなんでもないけど、そうこれ絶対し当たっちゃダメなんだなっていう意識を持つようになった、意識するようになったから、うん。彼のストレス発散方法は何ですか。食べる寝る、まあ、買い物したり、まあ、おしゃれしてどっかお出かけするくらいか、この3つかな。あとはもう何もしない、もう休む、ただもう何もしない、仕事も行かないっていう期間をしっかり取ること。まあこれが、ね、なかなか難しいからさ、もうどうしようもないんですけど、あ、食べる2回言ったすいません、ちょっと私の食い意地が、こんばんは。私飲むではストレスは発散はしません、そう怖いので、そうそれはちょっと気が
3回会わなきゃ。じゃあ食べるそっかな。やっぱり食べるとさ、まあなんか、まあ、罪悪感も結局生まれるけどね。食べてる間は幸せだよ。あ、もちろんでもその中に飲みも入ってますよ。だから全く飲まないわけではない。でも誰かと好きな人と美味しいものを食べて楽しく飲んで、でっていうのがいいかな。うん。だからまあ一応食べるの中に飲むも一応入ってるかも。あのお酒だけに頼りはしないけど、私はそうちょっと怖いから。それでも楽しい飲みとしてねかな。あとは寝る。あのね、ほんとね、寝れないとほんとやむよ、マジで。寝れないってしんどいよね。私ね、睡眠時間が少ないって食べないよりしんどいなと思った。結構マジでなんかもう全部に影響するというか、本当にと思うくらい大切だなと思ったし、なんかあったらとりあえず寝ときゃ、寝てる間は何も考えていない、これだ。寝てる間はもう何も考えてないから、何も考えなくていい。あとはまあショッピングだとかおしゃれしてお出かけとか、ほんと寝ないとね、マジでねダメだと思った。私食べないが一番ダメだと思ってたの。でも私の中で変わった。寝ないが本当にダメ、悪影響すぎて。私は食べない以上の代償が来るもうね何もできなくなる。それがさ1日2日ならさあれなんですよ、食べないも、ね、あ寝ないもね、1日2日ぐらいならさ、まあ、1日だな、でも限度はさ、まあまあまあなんとかなるんです。積み重ねよね、ちょっとずつちょっとずつ、ね、寝不足が続いた結果の代償がすっごい、うん、そうだから、そうたくさん食べてたくさん寝ていいなと思う。長寝落ちしちゃうことありますもん。それね、気をつけてしっかり寝てね。寝れるときにね、ちょっとお仕事忙しかったりするかもしれないけど、私もね休憩時間すっごい寝てますもん。それとはお買い物、おしゃれが好き。晩ご飯食べたよ。今日晩ご飯しか食べてないけど、うん、まあ昨日ねもともとそんな結構たくさん食べ過ぎちゃったので、そうお腹が空かなくって、まあのんびりなんかお腹空いたら食べようって思ったら遅くなっちゃって、買い物はだからまあ自分のね欲しかったものを買って、ときめいたものを買って、で好きな服着て好きなメイクしてっていうのが好きかな。まあこれでも危ないんですけどね、このストレス発散方法に買い物ってお金使っちゃうっていうか、うん、お金使っちゃうんですよね、やっぱり。そう、まあ普段さ私そんなガッツリ買い物行って毎日毎日お金使ってるわけじゃないからさ、そうたまにねお金ね使うくらいならいいんですけど。気に入ってるの帽子を着用してみて、あでもね着用したんですよ実は。もうめっちゃ可愛かった、ありがとうございます。
ったね。お洋服着るときに合わせたい。こんばんは。ゲストありがとうございます。ありがとう。買い物するとストレス発散になるの分かるね。怖いけどねこれね、下手するとっていう。ゲストありがとうございます。皆さんお買い物ってさ何買ったりするんですか？あんまり聞かないよね。こんばんは。買い物、通信がよろしくない？あら、電波がね。我々の買い物グッズや地球、あら、こんばんは。あんまり自分のもの買わないかな。よかったです。買い物あんまり行かんな。ブラウン管テレビ初代買いしました。あら、ブラウン管テレビって、おお。ちゃんと私見たことない気がする。手前に服も買います。いや、いいと思いますよ。私もね、買います買います。自分は寝不足で、あー、体調ね気をつけてゆっくり休んで。美味しい食べ物よく買っちゃう。あら、いいわね。いいじゃないいいじゃない。でも意外とあれだね、なんかそんなこれ買ったみたいな、意外と自分のもの買わないですみたいな。人がちらほらいましたね。かっちゃんのもの物探すの楽しいね。いつもありがとう。大切に使わせていただいております。皆さんは生まれた時から今の形のテレビですか？うん、あんまりね覚えてないんだよね。うん、まあなんか割と薄型だったイメージがあるんだけど、あ、でもね、なんかね、なんかね、なんて言うんだろう、あ、ちょっと分厚めのテレビもいた気がする。どうだっけ。どうだっけ。昭和家電が好きなんです。あら、素敵じゃないの。それがブラウン管テレビだよね。いや、でもなんかね、あったようななかったようななんですよ。そう、なんか見たことあるようなないような、どっちなんだろう。でも本当にしっかりとして記憶が残ってるのは、まあもうちょっと薄めになったこのテレビたちですね。最近のテレビの、まあもうちょっと古いやつかな。2003年、ブラウン管テレビってどのくらいまで使われてました？20年前、あ、じゃあ境くらい。あ、なんか使ってた気もするようなしないような、わかんな。わかんな、全然わかんな。
まり記憶にないからそんな見てないかもしれない。僕の家2009年まで使ってたよ。そうなんですよ、なんかしばらくね、うちもね結構物持ちいい方なので、そう使ってはいそうかな。うん、なんかあったようななかったようなこんばんは。ちゃんが生まれた頃まだ少し分厚いテレビだったね。ファミコンスーファミ、あ、そんなことはない気がする。あるんかな、ファミコンとかもなんかいまいち分かってないんだよね私は。あ、ない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 、あ、ナイス、あ、私ナイス、全くなかった、知らないはい、知らない。ギフトありがとうございます。私遊んだことあるの本当 DS と、歴代のゲーム調べよう。DS からだね、やっぱり私 DS、Wii、 Wii U ってあったな、スイッチ、 DS からです。うん、こんばんは。DS 今見たら2004年になったよ。 DS だよ、だから私は生まれたの2003年だもん。2004年ってだってまだベイビーだもん、ベイビー。 PSP は知ってる、 PSP はね知ってますよ。お兄ちゃんにね買っても、あのやら借りてやらせても、あ、こっちないわ、やらせてもらって、ディスクシステムを知らない人、なんじゃそりゃ。ディスクシステム、ちょっと待って今調べるから少々お待ちを。全然わかんないな。ディスクシステムとはファミリーコンピューター用の周辺機器の一つ。ディスクシステム本体の上にファミコン本体を乗せ、カセットの代わりになんとかアダプターをセットして使用する。わかんない、全然何一つとしてわかんない。だからプレステもありましたよ、うちは。そう、パピーもお兄ちゃんもゲーム好きでしたから、そう、だからプレステとまあ DS とか、そっち系、Wii とかだったかな。
うわ初代知ってるよ私、初代プレイステーション知ってるよこれ、私あったよ家に、やっぱりこれプレステだよね、なんかディスク入れるやつ。ありがとうございます。フロッピーディスク、まあ名前だけ聞いたことあるよ、コナン君でやってたそれね、初代プレステ知ってるわ、家にあった、あった、え初代かな、プレステ1ん、なんかよくわかんない、初代だった気がする、プレステでも結構どれもあったしな、家とはなんかどれがあったかわかんないや、その頃もしてないから、初代プレステはやった気がする、うん、ゲーム全然できなかったけど、その頃私小学生の頃はプレステ持ってる友達はヒーローでした。私がね、あいいなと思ったのはドンジャラ持ってる人でしたドンジャラうちはね、なんか人生ゲームはあって、それ以外は大体なんかもう全部機械のゲームだったんですよ。ドンジャラ私すごい好きで、めちゃめちゃしたくって、ドンジャラやりたすぎて友達の家でねやってました。ドンジャラ持ってる子はなんか私の中でなんかすごいありがとうって好きすぎてそう、人数いないとそうなんです、できないんです。で家族みんな仕事してたし、まあ、忙しいし休みも少ないしって感じだったから、できるタイミングがまずなくて、ドンジャラをなんか人生ゲームほんと超たまにやるくらいだったんですよ。そうだから持ってなかったんです、うん、スタバの新作チョコ飲んでないですまだ。あれね美味しそうだけど甘そう、ちょっと飲んでみたいっちゃ飲んでみたい。でもいつもね直径伸ばないんですよ私スタバの、そうだから迷ってる。ドンジャラね、確かドラえもんのドンジャラでした。ドンジャラってマーちゃんと同じ理屈、あんま似てますよ確か、ほとんどほとんどではないか、まあ、でもなんか似たようなマーちゃんを子供用に作ったって感じ。マーちゃんは全く分からんけどか。こんばんは、だからね、今日はね早いんですけれども15分になったランキング読んでね、本日配信終わります。短めでごめんなさい。麻雀のプロ私も分かんないしね全然、まあ、なんか楽しそうではあるけど、うん、ゆっくり体休めてくださいね。ありがとう。マージャンでも楽しそう、なんかルールをちゃんと知りたい。あとね私チェスできるようになりたくて、チェスかっこよくない？
店がすごく興味あります。やすも簡単に将棋みたい。あら、私ねでもね下手くそなんですよそういうの。もうお兄ちゃんを何回怒らせたくとか怒らせてはないけど将棋をねお兄ちゃんに教えてもらったんです。もう覚えられなくてで弱すぎてお前とやるのは弱いから嫌だって言われたねチェスってね、そう私もね、なんだろう上流貴族って言ったらいいんですかのねイメージがあります。これはね勝手に黒執事を呼んだからです。黒執事を呼んだからなんかそういうイメージがあるだけで、まあまあまあ全然趣味でやってる人もいらっしゃるみたいなんで、そう弱いから嫌だって言われました。今でももう分かんない、もうあのマージャンじゃないや将棋ですらもう覚えてない動きとか、うんちょっとしか覚えてない。まっすぐよまっすぐ横斜めとかなんだっけ桂馬とかがさなんか謎な動きするじゃん確か。あれ嫌いだったな。だけ覚えてるなちょっと。こんばんは主権さんありがとうございます。ちょっともうちょっとで配信終わっちゃうんですけど。ねそう変な飛び方すっごい嫌だ。あれがなんかもう。わかんない。でそういうさ私頭使うゲームさ下手くそなんです本当に。なんか勢いでやる人だから、あの私はね勢いなんです。全くね計画性がないわけではないんだけど、ものによってはねちゃんと計画を立ててこうこうこうでってやるんですけど、意外となんか勢いでやったりするタイプなので、まあやられがち。頭を使わない。どんな症状なの？あ、体調ですか？体調ですね。あ、別に本当に特に何もなく熱もなく、あの体が、あ、倦怠感と、あ、まあちょっとあんま痛いなかな。あとはまあ。顔色が悪い鏡見た時に、うん、いつもより血色ないなって思った。本当にね全然大丈夫です。あの本当にやばかったらあのね多分起きるじゃないんで時間ですね。そしたらね配信をすいません早いんですけれども、本日はありたいと思います。明日ね朝配信しようと思ったんですけどすいません、それもちょっとお休みでお願いします。夜配信はねするのでご安心くださいませ。いや全然みんなもねすいませんね、なんかこのグダグダな感じで配信見に来てくださってありがとうございます。そしたらねランキングいきます。13位サルキチさん、12位カボちゃん、11位香港の JW さん、10位ライラックさん、9位チャラオさん、8位谷口ひろきさん、7位桜の友達さん、6位西さん、5位ケンケンケンさん、4位ところてんさん、3位カイさん、2位アイスカフェさん、1位ゆうたさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。トメさん、ランタンさん、アイスカフェさん、サルキチさん、ネコさん、ビキトジョンさん、ケンケンケンさん、西さん、イケちゃん23さん、ソソさん、桜のお友達さん、ところてんさん、ムムさん、虹色の空さん、ゆうたさん、アイスカフェさん、香港の JW さん、サルキチさん、カイさん、小町さん、ライラックさん、ケンケンケンさん、チャラオさん、谷口ひらきさん、ガッシュベルさん、カボちゃんです。あ、すいません、情報技術研さんです。ありがとうございます、失礼いたしました。はい、そしたらねすいません本当にこのタイミングでちょっと体調をね崩してしまって申し訳ないんですけど、
ね、なるべく早めに直しますので、明日はね絶対夜配信はするので、口回ってないよねごめんねするので、はい、ぜひ見に来ていただけたらと思います。皆さんもね本当体調なんか崩したやつが何言うてんねんっていう話なんですけど、また皆さん本当体調気をつけて、はい、そして野心気をつけて、まあ、いっぱい食べていっぱい寝てね、体力つけていきましょうね。いや全然全然プレゼントをお届けいただいてすごい嬉しかったですよ。全然気にしないでください本当に、めっちゃそれでね元気になったくらい本当に嬉しかったのでありがとうございます。こんばんは、ふむさんありがとうございます。はい、ということで本日はね少し早いんですけれども、これで配信終わりたいと思います。はい、ありがとうございます、待ってます楽しみにね待ってます。ということでね、皆様本日も一日お疲れ様でした。皆さんもねゆっくり休んでください。それではまたね。また明日夜お会いしましょう。ありがとう、本当にねありがとう、みんなおやすみなさい。